少ない、まだまだ、まだ少ない、そうなんで、もう最後の最後まで頑張りましょう。宿題、はい、まず美香さんからですね、はい、あなたは恋というものはどんなものか知っていますか。いや恥ずかしい、いやちょっと知らないかもしれませんね。知らない、はい、わかりませんけれども、はい、忠介君には私たちはダーチャで暮らす、はい、うん、まともな、平凡な、平凡、まあ、平凡な僕にはね、はい、まあ、でもちゃんと油断せずにしっかり書いてきてくださいね、はい、はい、まあ、今日は、まあ、最後ということなんですけれども、はい、まあ、お二人とても最後まで、うん、美香さんも忠介君も頑張ってくれました。頑張りました、うん、もうね、コツコツよく頑張ったよね、はい、まあ、それでご褒美と言っては何なんですけれども、ご褒美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 、ちょっとスキットの世界へ招待しようかと思っているんです、はい、スキットの世界ってことは、うん、ダーチャですか。そうなんです、ダーチャの世界、どうでしょう、いいんですか。はい、やったやったやった、どうします、ドキドキしますね、うん、どうなるんですかね。いや、どうなるって、まずですね、そのためには復習をしなきゃいけないです。ロシア語の世界ですからね、そこで自分がちゃんと自分の意思を伝えられるかどうか、この1年分ちゃんと復習しておこうと。1年分の復習ですか。二人ともちゃんと身についてるかどうかチェックするわよ、はい、ドキドキですね、はい、頑張ります。どうなるのかまだわからないんですけれども、はい、ということで、今年度最終回のロシア語会話はダーチャからお送りします。また来週もお待ちしています。はい、ダスミダーニャ。